こちらになります。はい、どうも、料理の兄さん、リュウジです。はい、ということですね、私まだ一滴も飲んでないんですけども、一滴も飲んでない時に作る料理といえばしこじりでございます。ちょっとね、涼しくなってきたじゃないですか。一番食べたくなる料理って皆さん何でしょうか。寒くなってきた時期に食べたい料理、ポトフですね。ポトフですよね。ポトフってね、野菜とかソーセージをぶち込むだけの料理だと思ってると思うんですけども、実際はそうなんですけど、今回はですね、至高のポトフでですね、ちょっとねポイントがあります。ポイントさえ押さえておけば一段とうまいポトフができるんです。本当に美味しいポトフっていうのを皆さんに伝えていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、材料紹介いきます。はい、僕は一番ポトフ何が合うかって思ったらキャベツですね。キャベツこれね、丸々半玉分この状態で売ってるのもあるんでね。あとね、玉ねぎ中サイズぐらいの1つ、じゃがいもこれ2つあるんですけども、これ2つで、ね、300g ぐらいなんですけども、 300g 使っていきます。皮付きで使いますからね、皮も美味しいのでポトフの場合は。人参もこれ2つで 300g、 丸々皮を付けたまま使います。ベーコンで、これブロックベーコン使ってください。ソーセージでも大丈夫。今回ね、 220g の塊がありましたので 220g、 お好みでお肉感もっと欲しいなっていう方はソーセージなど入れていただいても結構です。これニンニクです。丸のまま3かけ、チューブじゃなくてその丸のまま使ってください。丸のまま煮込んだ方がこのニンニクの香りと味がすっごいスープに染み渡りますので、はい、ニンニクが好きな方はもっと入れてもいいです。はい、はい、ということでですね、やっていきたいと思います。まずね、煮込み料理なんですけども、野菜の、旨味をスープに移して、そのスープごと食べるっていう、料理なんですけども、煮ている間ですね、すっごくお部屋とか熱くなってきてしまうんですね。蒸気とかで体が熱くなってくんで、自分をやっぱり冷やしていかないといけないと思うんですね。はい。はい、麦茶とかでも大丈夫です。僕はちょっと黄金色の麦茶を飲みます。はい、じゃあ、はい。ポトフ煮込める。キャベツですね。キャベツはですね、最初にこの芯の部分切る。で、こんな感じにします。半分。8分の1に全部、していきますね。はい。ポトフっていうのはね、お野菜はなるべくね、大きく切って煮込む方が美味しい。具材感がね、たっぷり取れますんで、ね、お野菜の味を楽しむのがポトフの醍醐味なんでね。玉ねぎなんですけども、頭を切り落とします。はい、僕ね普段ねケツ切るんですけども、今回ねケツ切んないです。綺麗にね、剥いていきます。丸ごと使うんで皮はね厚めに剥いていきますね。はい、剥き終わりました。茶色い部分だけを削ぎ落とすようにします。この芯残っとく、等分するんですけども、こんな感じで、まあこいつがつなぎになってるのでばらけないんですね。ちょっと玉ねぎも8等分にしましょうか。こんな感じ、ちょっと8等分に今回していきましょう。こんな感じで、はい、まあなんかちょっとリンゴみたいな感じですね。はい、じゃがいもちゃんと皮までたわしでこすって洗ってありますんで大丈夫です。で、芽があったら取ってくださいね。半分にしてもうこんだけホクホクしてね、これはね美味しいんです、すごくね。このまま炒めて、このまま煮込んで、ホックホクの状態にします。皮は洗ってもらって、先っぽ切り落とします。切り落とします。半分にしちゃう。とりあえず、ストンって。こいつは半分に切る。で、こっちも半分に切る。はい。はい、こんな感じですね。人参も、まあ、8等分。こんな感じ。厚めに切ります。大体1センチ。こんな感じ。厚く切った方がね、美味しい。ちょっと具材感が出た方が美味しいんで ね、こんぐらいあればいいかな。焼きの工程入れていきます。必ずやってください、至高のポトフ。これが至高なんですね。フライパン温めます。オリーブオイル適量、これね適量です。はい、その都度油を足していきます。できればねテフロンの方が焦げつかなくていいかなと思うんですけど、使う鍋用意してください。一番大きいこの厚手の鍋を使うんですけども、ご家庭の一番大きい鍋でも一番大きいフライパンとかでも全然平気です。キャベツから焼いていきます。このフライパンだと4つ全部入るような大きさになってますので、これでよく焼いてですね、キャベツに焼き目をつけていく。香り高くなります。今回は中に火を通すんではなくて表面に焦げ目をつけるのが、ポイントになってきますので、ちょっと強めの火をつけてあげると焦げができやすくなります。野菜を焼いてスープにするっていうのはスープ作家のですね
有賀香織さんという方、ちょっと長くさせていただいてるんですけども、その方に教わりました。今回は有賀さんの技術を一つに昇華させた、ものになります。有賀さんの書籍の URL 載せておきますので見てください。あの方のスープはめちゃめちゃ美味しいです。そしてほらどうですか、これですよ。どうですか、これですよ。美味しそうでしょ、これ。これがベストの、焼き具合です。非常に、ほらほらほら、どうですか、いい焼き目ついてるでしょ。はい、これをね、両面に焼き付けていく、今回のポトフのポイントでございます。焦げ目が、いい香りがまたするんですよ。裏側、どんな感じ、こんな感じになってますね。両面焼けたら、こう、入れていきます。まあ、こんな感じで、はい、こんな感じ。また引きます。はい、人参します。バターとかでも焼いても大丈夫ですよ。人参はね、両面焼かなくても表面が焦げができたら大丈夫なので、人参の場合は片面で大丈夫。強火と中火の合差ぐらい、こんな感じ。どうです、焦げ目がいい味出すんで。おらおらおら、どうですか。お鍋の方にね、お鍋の方に入れていきます。シュートしていきます。いいですね。じゃがいもも、この片面だけ。じゃがいもね、丸ごとやっちゃうとクッとしてね、すごく美味しいんでね。玉ねぎも一緒に炒めちゃっても大丈夫です。はい、揃えていただいて焦げ目をつけていく感じですね。少しオリーブオイルまた溶かします。玉ねぎがね、いい感じに焼けてくるの。こうやって玉ねぎ柔らかくなってくるんで崩れたりすると思うんですけども、まあ別に気にしなくていいです。で、焼いていきます。あ、ほらほら、どうですか、こういう色が出てきたら、じゃがいも OK。 こんな感じで、ということで玉ねぎも焼けましたんで、玉ねぎも、こっちに入れていきます。はい、何も引かないで平気なので、このベーコン焼いていきましょう。贅沢だね、これ。どうでしょうか。あ、いいですね、いい焦げ目がついてきましたね。あ、いいですね、下から出た油、ベーコンの脂身っていうのは全部スープに加えていきたいんで、最後にベーコンになる。こんないい感じのカリッとね、焦げ目がつきましたら、こういうところにね、のっける系で最高のポトフを約束します。皆さん、ニンニク皮、おけつを切り落として、潰してあります。潰したニンニクです。オリーブオイル少し足してください。炒めて香り出します。じゃがいもと玉ねぎを一緒に炒めてたんですけど、それと一緒に炒めちゃって大丈夫です。丁寧にやるんだったら、こうやってちょっとオイルで油玉に作ってもらって、中火ぐらいでね、全体にね、この茶色の色がつけば、入れちゃってください。はい、フライパンに入れちゃいます。これなぜフライパンに入れるかっていうと、フライパンに残った、野菜の焦げたか旨味とかも全部ここに移し込むからです。はい、この水を全部入れていきます、ね、1リットルと 400cc なので結構ね、ひたっとなりますよ。コンソメです。お野菜と、ベーコンも入ってるんで旨味はかなり出るんですけども、やっぱりね、これだけのスープを作るってなると少しね、コンソメは入れた方が味が決まります。大さじ1杯、小さじで、3杯分入れていきます。はい、これでね、ベーコンとかでは足りない肉の旨味を、入れていきます。お塩なんですけども、小さじ1よりちょっと、少なめぐらい、小さじ弱ですね。この辺りで、入れていきます。蓋をする前に沸かします。沸くまで待ちました。かなり沸いてきたんじゃないですか。野菜つからしてくださいね、これね。アクはね、取らなくていいです。アクもね、野菜の旨味が詰まってるんで、野菜とかベーコンとか旨味が詰まってるんで、あとは野菜中心なんだよ、ほとんど出ません、これ。弱火に落としてください。ちょい強めの弱火ぐらいな感じにしてください。蓋します。弱火で20分。はい、ではですね、できましたので30分経ちました。30分煮込んだのがこちらになります。おー、20分って言ってたんですけども、30分煮ました。30分煮込まないでこの感じにならないので、鍋にもよるんですけども、水の飛び方で鍋によって違うんで味見してください。好みの塩味じゃなければ少し水を追加したりとか、無水だと思ったら塩を足したりとかしてください。もう少しお塩入れます。はい、芯ごと入れてるんですけども、芯もね、すっごく美味しいの、これ。立派な人参だからね、こんな感じですかね。玉ねぎはね、もうね、ホロホロに崩れてるんで、ここら辺かな。黒胡椒、全体的に振ります。はい、粒マスタード、これね、必ず入れてください。必須ですね。縁にちょっと盛ると、これ好みなんで、パラパラっとね、最後にかけるってあげると、一層綺麗な仕上がりになりますね。至高のポトフの完成です。まあちょっと、まあそんなにね、洒落た
料理じゃないんですけども、まあ、ちょっとね僕が今ちょっと盛り付けがね結構綺麗にいったんで、ね、いただきたいと思います。いただきます。じゃがいもからそのままちょっといただきます。これはうまい。こんなに味しみるのかなっていう感じですね。お砂糖入れてないんですけど、野菜の甘みがすごいギュッとスープに詰まってて、めっちゃうまい。甘みの乗った玉ねぎうまいでしょ。トロトロ。この人参はこの粒マスタード、これ全部の具材が全部スプーンで切れるんですよ。人参のね味がねたまらんのですよ。もうホロホロなんですよ。ベーコンもまあちょっと粒マスタードですかね。すっごく柔らかい。キャベツ崩れんすよスプーンで。一番このスープを吸ってる野菜なんですね。お前がナンバーワンだ。この芯の部分でさえもスプーンで切れちゃうっていうね。煮込むとこんなうまいんだと。もしね、物足りないなっていう方は塩少し入れていただいたりとか、まあなんかオリーブオイルしていただいたりとか、なんでもう好きにしていいんですよ。こってり感が欲しいなっていう方は、最後にの仕上げにバター一かけ。料理のポイントをね、食べてる時に言ったりするんで、食べる時も見てください。野菜の全てが生きている。もっと味しみさせたいんだったら、一晩寝かせてもいいです。粉チーズ、ポテト、はい。間違いない。今までで最高のポトフをお約束します。4人前できますから、ぜひ皆さんやってみてください。あ、やっぱ玉ねぎの焼けた香りって一番いいですね。あのキャベツもすごい良かったんですけども、ずっと飲める野菜の焼けた音、それに耳を傾けてください。天然素材のねオーケストラなので。